はい、では次に、少し高校時代のお話を伺いたいんですけれども、はい、針谷さんが高校時代一番頑張ったことについて教えてください。はい、僕が頑張ったこと、これといってなんかコミットしてたってものは正直なくて、学校外で、課外の活動を一番頑張ってきました。理由としては、自分がやっぱり教育に問題意識を持った時は教育のセミナーに行って、登壇者の方にお話を聞きに行ったり、あとは自分で人材発掘、新しい人材発掘を高校生や中学生対象にやろうと思ってイベントを開いたり、あとは自分自身でビジネスプランコンテストに出場して賞を取ったり、今現在もインターンに通っていて、そこで、まあ、学校外での学びという部分で、一番頑張って、一番ではないんですけど多岐にわたる活動をしてきたからです。以上です。ではその中で得たこと、学んだことというのはどのようなことでしょうか。はい、その中で一番難しかったというか自分苦戦したなっていうところがあって、それが人に伝えるというところです。やっぱり人に伝えるってなった時に自分の中でアイデアベースになっていた部分があって、それを論理性にロジックとしてつなげていくっていう作業が僕は全然できていなくて、何か自分がやりたいことだったりするときにやっぱり多岐にわたる活動っていうのはいいように聞こえて、僕は一つに集中してないというふうにも捉えられると思っていて、結局自分が何がしたいのかが分かんなくなってしまったりとかしていて、人に伝える難しさっていうのは一番学びました。でその後その人にものを伝えるっていったことは、はい、自分なりに習得できたと思いますか。はい、僕が教育、さっきもおっしゃったように教育問題意識を感じたときに、校則について具体的にフォーカスしたときに、自分が外で学んだことをアウトプットとして校長先生に話したんですね。でその時に、校長先生が最初はその前にも校長先生と話していたんですけど、正直何言ってるかわからないって言われて、だけど自分が外に出て戻ってきた時にもう一度校長先生に話した時に、それいいねとか、校則じゃあ今度こうやって変えてみようかとか、制度を、まあ、今現状バッて変わったわけじゃないんですけど、今後後輩に残していけるようなものができたので、そこは自分の中で結果として出たなと思っています。はい、わかりました。ありがとうございます。